こんにちは。おっすおっす。スパロボインパクト縛りプレイ、やっていきます。今回は前回の続き、第3部82話、アース編、アスナキ総力戦、の後編です。こちらの動画の続きになるので、見てない方は先にご覧ください。それでは早速やっていきます。迂闊なのよ。このままではやられる。叩き潰してくれるわ。来た、そこね。ここからなら撃てる。直撃させます。やらせはしん。ということで現在、アシュラ男爵のブードと戦闘中。横からはブロッケン伯爵のグールが接近してきています。水中の敵に対しての攻撃手段があまりにも貧弱なので、ブードがありえんほどめんどくさい。アレンビービアズリーカモン。月から地上まで飛んできてくれ。これまで水中の敵はほぼ全部アレンビーだよりか、丘に上げて戦ってました。今回はブードもグロッサムも丘に上がれないので、苦戦しています。ブードがあの機体構造で丘に上がってきたら逆に怖い。やらせたい！光子力ビーム！遅いわ。前に出るから。ブロッケン伯爵のお供はグシオスベータ3。結局は機械獣なのであまり強くないです。機械獣はグロッサム以外は基本的に弱い。というかグロッサムが強すぎるだけ。ゴッグといいグロッサムといい、水中専用の機体だけなぜ水中適正 S なのか。グシオスだって空適正 S でもいいじゃないか。水中以外は許されないのがインパクト。フロコンにしてくれるわ。行くわよ、光子力ビーム。言葉よいわ。ゲーム初登場となるブロッケン。82話にしてブロッケン伯爵初登場のスパロボなんて多分他にない。ということでなんとかブードの HP を減らせました。4600しかないのに、これでもまだ一撃で落とせない。このどうせ弾切れで戦艦に戻るんだし、前段発射使ってよかった感じはしました。ひとまず無理やり削ったので、さやかさんで祝福をしよう。苦労した分は資金に変えます。
アシュラ男爵を撃墜。出番がなさすぎて因縁が薄く見えますが、一応アシュラとブロッケンは以前に倒しており、復活したという設定。死ぃ！エイブ、避難状況は？大丈夫です。大した被害はありません。各砲座、撃て！愚か者め、引き合わせるわ！思った以上に食らいました。もしかして空飛ぶ貯金箱、今回ちょっと強いのか？単純にゴラオンが脆いだけです。グールの性能は、武器の攻撃力はそこそこ高め。けどなぜか空適性が普通に A なので、結局あまり強くない。ブードが海適性 S なんだから空適性 S にしてやれって本当に。しかし、敵が飛んでいるのでようやくまともな攻撃ができる。4000超えのダメージを見たのがすごい久々に感じます。ブードとの戦闘は非常にストレスのたまる戦いでした。ということでブロッケン、もうすぐ HP が見える。あまりにもサクサク減りすぎて、戦闘アニメを見るタイミングを逃した。ブードで完全に感覚が狂った。悪いけど、やらせてもらうわ。うわぁ！いかん！息の根を止めてやる。まだよ。私にだって意地があるの。ここからなら撃てる。撃ちます。ブロッケンを撃墜し、増援登場。ドラゴノザウルスくんです。なんだかんだでこいつも出番あるな。そしてさらに増援。暗黒大将軍と地獄大元帥ことドクターヘルです。なお、ミケイネの七大将軍なんかは影も形もいないし、もちろん闇の帝王なんかもいません。それどころか黄金太后もいない。どうしたミケイネ？ミケイネの人暗黒大将軍しかいないんだけど、これで帝国名乗ってるの逆にすごくないか。ちなみに地上編のオープニングを見る限り、ミケイネとは全体戦で戦ったとかそういうわけでもないらしい。つまりミケイネイコール暗黒大将軍しかいない。貧弱とかのレベルではない。落ちなさい！アルソスは戦闘中なので、HP は多め。でも攻撃力がちょっと絶望的ですね。ミケイネこの戦力で過去反映してたって嘘だろ。さすがにこれならアインストの協力なしでもオレアナのキャンベル星人の方が強そう。いくらなんでも弱すぎる。
潰してくれる。かわせた。負けない。どうやらこの俺が出向くまでもなかったようだな。唯一のミケイネの人、暗黒大将軍。まあ本当はこの人ミケイネの人ではないんですけどね。ちなみにこのゲームの暗黒大将軍ですが、空敵性 S、陸敵性 S と非常に優秀。相変わらず武装のエネルギー消費が激しいので、すぐにエネルギー切れを起こすことは弱点ですが、攻撃力は非常に高く優秀。この性能ならライジングガンダム短期にやられたり、ラミエルに狙撃されたりのカマセイヌっぷりは避けられるのではないでしょうか。代わりに出番を失いましたがね。ちなみに一緒に出てきたピクドロン。なんとびっくり HP 回復がないです。さらに武器の攻撃力がありえんほど低いです。まさかのライトニングアローがグールの一番攻撃力の低いミサイルと同じ威力。正直言って、こんなに弱いピクドロン初めて見た。来ます。回避を。落ちなさい。撃てー。全訪問一斉射撃。このハリリューンですが、なぜか機械銃にして唯一 HP が多いです。このゲームの機械銃と戦闘銃の区別は HP の多さでつけられていると思っていたので、どうしたのか。一応登場がマジンガー Z の最終話付近だったからとか、そういう理由から来てるんだろうか。まずは貴様から血祭りに会う。やらせない。装甲の一部が損傷。まだやれます。負けない。そんな攻撃がこのわしに通用すると思っておるのか。地獄大元帥ことドクターヘルはミケロスです。しかし今更ですが、地獄大元帥ってすごい中二ネームしてるな。なんでしょうね。深夜テンションで自分に名前つけちゃったんですかね。ところでお前デモニカどこに置いてきた。どうせミケロスもこのステージにしか出てないんだから、デモニカでよかったのにな。ということで、驚くほど弱いピクドロンさんです。 HP まで大して多くないのはどうなんでしょうね。ということで現在ですが、右側に暗黒大将軍と地獄大元帥、左側にハリリューン、そして海にドラゴノザウルスがいます。ドラゴノザウルスはまだ遠いので放置。その間にクリスとアイナで暗黒大将軍と地獄大元帥を片付けます。ハリリューンはなんかいい感じに固まっているので、エレ様たちで何とかしたい。悪意に満ちたオーラ力よ。下がれ、オーラノバ、発射。さらっと熱血を覚えるベル。乗り換え可能なサブパイロットで熱血を覚えるのって珍しいですよね。このゲームではエル、ベル、ジャムの3人の妖精がいますが、正直言っているとベルの覚える精神コマンドが優秀すぎる。エルが覚えるのが、努力、加速、必中、撹乱、気合、そして献身。ベルが覚えるのが、脱力、撹乱、ひらめき、熱血、鉄壁、そして奇襲です。使いにくいものが何一つなく、さらにオーラバトラーと相性が抜群な撹乱を両方が持っている。
戦闘面でも必中や熱血などを覚え、メインキャラの精神ポイントを節約できたりする。ちなみにチャムは幸運、応援、信頼、激励、祝福、復活と、非常に便利なサポート特化といった性能。でもサポート特化ならかくらんが欲しかったです。これなら。許さん。もはや容赦はせん。死ね。当たるわけには。ここからなら撃てる。シロ、やってみます。この180ミリキャノンで。暗黒大将軍の HP が半分を切り、エネルギーもだいぶ減りました。一発30とか消費してたらまあエネルギーも切れますわ。ちなみに暗黒大将軍は HP も53,900と多く、機体性能も高く、攻撃力も高い。でも弱点はエネルギーが切れやすいこと。あれ、なんかついこの間見たような気が。同じマジンガー系同士、機体特徴や弱点まで一緒なんですか。まあ暗黒大将軍ラスボスじゃないんですけど。一応グレートマジンガーのラスボスは横にいる地獄大元帥、でいいのかな。闇の帝王さんが戦い出したのは昨今のスパロボだったり、新マジンガーだったりですからね。まあでも、暗黒大将軍は地形が普通のおかげで、反撃不能を晒し続けるということは回避できたので、ベガ大王よりはマシかもしれない。なおかくらん集中でほぼ攻撃が当たらないけど、たまに当たるとこんな形で大惨事になる。攻撃力だけは本当に高い。ただ、クリスもアイナもどちらも援護防御が使えるので、片方が落とされそうになっても特に問題がないという。やはり援護攻撃と援護防御を両方とも持ってるキャラは便利です。ということでこれで暗黒大将軍ともお別れ。顔合わせたの90はぶりだけど、地上ルート通ってないので戦闘すらしなかったな。これなら。したことが何もできぬと。援護に入ります。直撃させます。暗黒大将軍撃墜。まあ手強い相手であることは否定しない。他の敵に比べたら余裕で強かった。特にこのおじいちゃんよりは余裕で強い。というかミケロスは攻撃力がピクドロン並みしかないのが。そしてドラゴノザウルスくんです。まあ多水中から出てこられない系の敵です。ちなみにドラゴノザウルスくんはピクドロン先輩と違い HP 回復症がある。なお HP が18,000しかないので、1800ずつしか回復しない。迂闊なのよ。バカな。これほどのパワーが。わしの力を思い知るがよ。走っただけ。援
援護に入ります。私に撃たせないで。おお、バカな、これほどのパワーが。本当にかすっただけでした。モビルスーツの盾すら割れないの惨めに思った方がいいですよ。そしてミケロスはエネルギー切れ。つくづくエネルギーが切れる人たちだ。しかもミケロスはエネルギー消費武器しかないので、また何もできない空飛ぶ貯金箱が出来上がりました。もはやドクターヘルの代名詞。なんて無謀な。地獄大元帥を撃墜。出番がなかった割にはいい感じの最後でした。マジンガー Z インフィニティできっちり出番があるのでおとなしくそっちで出てきてください。ということで残す敵はドラゴノザウルスのみ。相変わらず水中なので、また2000ずつダメージを与えるゲームです。ちなみに水中以外には超音波しか撃てないドラゴノザウルスくん。攻撃力低すぎんか。決して G3 ガンダムが硬いわけではありません。この人たちの攻撃力が低すぎるだけです。ということでクリスを中心に援護攻撃ができる体勢をとっていたので、ハイパーハンマーで殴り続けます。ハンマーでの攻撃が4発も飛べば、ドラゴノザウルスくんぐらい落とせるということ。やってみる。ということでクリアです。正直ミケイネに関しては、これだけ放置するくらいなら第一部で壊滅させてあげればよかったのにと思わざるを得ない。同じような出番の百鬼帝国はちゃんと目立てましたからね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。